んにちは。こんにちは。あ、もうね、なんて言えばいいんですかね、これ。なんて言った。あのまあこんだけご紹介してればね、うん、中には、うん、もう俺は来たくないよっていうのはあるよ、そりゃ。来たくなかった。で来た瞬間笑うんだもん、みんなが。だって。まあいいわ。これじゃないでしょ。今日ご紹介するのはこちらの、うん、ですがこちらの、こちらの2122のロングパンツなんですよ。ね、まず、うん、まずですよ、サイズ感、サイズ S ですよ、もちろん私、うん、これ今ちょっと上上げてたけど普通に履いてみてくださいよ、それはこうなりますよ。足長いもん、海外の足の長さが合わない。合わないだ、どうなるかというと、こういうここに膝たまりができちゃうんですよ。なるほどなるほど。ですからたまりを作らないと、うん、引きずっちゃうんですよ、下。そうですよね。これぐらい、たまりを作ってですよ。たまりを作って。そうすぐですよ。上を上げて。もう上がんないでしょ、これ以上、これ。ねえ、やだ、その上げ方。もうね、なんなんすかね。やっぱね、足のサイズはしょうがないですよ、足の長さは。これを俺が、この短足の俺が履いてると、うん、かっこいいとは思えないですよ、正直。でもただ、うん、もういるよ今、シュッとした子いますが、こういうカットのキュッとしたカットの、うん、ね、ロングパンツ履いてかっこいいよ。かっこいい、いるいる、いる、いっぱいいるよ今。あの早稲田のさ、なんだっけ、あの子とか。あ、早稲田の子、ね、え、それでも、あ、それなんですか、これね、チャックがこうやってね、うん、開いてここが広くなるんですよ、脱ぎやすい。な、そうそうそう、だしこのキュッて、はい、なっちゃうと、それ、これはこれでしたいですよ。だからズボン補正できないですね、長い。こう、こういうことね、うん、チャックだけで開かないってことよ。なるほど。疲れてるでしょ。あのね、細かく言うとでしょ、うん、この前面と横の素材が全然違うんですよ、はい、この、こういうところはもう伸び伸びで柔らかくてスパッツみたいな生地なんですよ。ほんと伸び伸び。ここは全然、うんうんうん、ここはシェルっぽい、もうバリバリしたような、こういうシワついちゃうような生地なんですよ、はいはい、だけどこの裏側、お尻とかこういうところは、うん、これすんごい伸びる、うん、だから履いた感覚は前に何かがついてるから後ろは感じないですよ、何も、前にだけ、ここにだけ、うん、なんかをこう貼り付けられてる感覚がしますよ、ぶっちゃけた話。後ろ何も感じないから後ろ何、そういうロングパンツですよ。で、もう足長いんで、うん、いいですね、こう長さは長いんで、うんうん、俺は足長いけどっていう人も全然いける、うん、いけます。逆に俺の友達短い方はですよ、うん、考えよう、どっちに溜めるか、いいですか、膝に溜めるのか、うん、足首に溜めるのかですよ。絶対足首に溜める人が多い。どっちかですよ、こうなっちゃうんですよ、でも溜めたらね。そうですよね。どっちかじゃないとこれは履きこなせない、うん。太もも太い人はどうですか。太い人ももうこここんな伸びの帯なんで、あ、全然入る、全然入る、もう土管みたいな人でも俺はいけると思う。ただですよ、うん、俺の身長でいるじゃないですか、115キロみたいな、165センチ115キロみたいな、もうすごい人いるじゃないですか。だからここが入んないから、あ、お腹、じゃあここを XL にしたらどうなるか。いや、もうここがですよ、1.5 倍ぐらいに伸びるんで、もう溜めまくってください。3カ所ぐらいにか溜めないと、それはここはもう無理なレベルですよ、うん、こう XL とか入っちゃったら、いや無理だな。わかりますね、うん、それは空気読んでいただいて、うんうん、どうしてもそれでも俺はって方はぜひですね、確かに、アンド、あとはマジックミシンとかあるじゃないですか、その辺に。だ、マジックミシンで直してやって言うしかないし、難しくないですか、その、難しいと思うよ、相当難しい、無理かもしれない。一回ここにチャックがあるんですよ、ここに、うん、でもここ全部なくせばいけるかもしれない。ここのパーツをチャックなくなっちゃう、うん、なくしていいっすって言えば、うんうん、さっきの方もいけると俺は思う。大事な情報もよかったですよ。大事な情報、こうポッケありそうじゃないですか。触ってるけどないっす、ない。ノーポケットです。今日すごい触ってましたもんね。あれ、ない、ない、ない。このポッケが、あれ、あれないんですよ。そんなものはいらない。なぜかといえばですよ、俺たちにはここのポッケがあったじゃない。
ね、そういうこと？そういうことなんですよ。結局最後にまとまるのがそこだったってことです。そういうことか。まとめてくださいってこと。いいですか、うん、ロングパンツ、密かにでもみんなね、見てる方は思う。絶対言ってる。そんな、買う人いるのって、うん。違うでしょ、カンタベリーのロングパンツ。うちも半信半疑出したら結構出ましたよね。めっちゃ出た。ってことは需要があるんですよ。ロングパンツいますよ。ロンパンがいいって方がいるわけですよ、うん、それね、みんな知らないと思うけど、俺たちはちゃんと分かってるわけ。分かった。だからそういう方のためにですよ、ご用意したわけです。そういう方に関してはもう多分俺の心配とかない、こういう心配ないんです。分かってるんでしょうね。はい、もうないんですよ、足が多分、うんうん、羨ましい。だからそういう方は似合うんですよ。いやあ、よくある、はい、キュッとしてもうキュッてなった、ラガーマンが好きなやつあるじゃん、はい、キュッてやったやつ、あれですよ、うん、あれの人がこれを買うんです。あれの人がこれだから、私 はいいんですよ、うん、着なくても。多分社長はあんまりロングパン着ない。そうなんですよ、夏でも短パンで動いてるのが人間だって。そういうことは言わないでください、はい、バレちゃうから、はい、はぁ疲れたんですよ今回は。疲れちゃった。いいですか、うん、最初ね、これ人が面白い。最初これが入るって時、この辺に俺、あの、ファイアリーコーラルが入ってるっていう話があったんですけど、結局入荷してきたら入ってなかったっていうオチもあります。それはあるんですか、現に。ないない。ない。多分、入れられなかったんだろうね。なんかの理由で。この縫い目だったのはどうけど。ね、なんか俺の予想、ファイアリーコーラルが出なかった、色が。あー、その素材で？なんでかっていうと、ここの縫い目にしたかったんだもんね。はいはいはい。この縫い目ってその縫い目の糸とかじゃん、うんうんうん、このファイアリーコーラルを出せる素材がなかったんじゃないかな、うんうん、こっちとかだってできたんだと思うけど、この縫い目ってのがちょっと無理だったんじゃないかなって俺は思ってます、うんはい、というわけでですよ、今日ご紹介したないでしたっけ、はい、ちょっと皆さんね、そう2122のロングパンツです、うん、はい、いろいろ気をつけてくださいね、長さとか、うん、長さサイズとか、うん、ポケットがないです。いいですね、ポケットあるからないですよ、ただですよ、この後ろのこの異次元 の伸びによってめっちゃ動きやすい、うんうん、動きやすさマックスで、すごいすごい、めっちゃ元気、めっちゃ動きやすいです。はい、というわけでですね、はい、あ、こちらはまたどちら製だと思いますか。インドネシア。そうなんですよ、うん、インド、本当にインドネシア製なんですよ。すごいな、インドネシア製です。みんなインドネシア、あのアンブロス系の方はインドネシアにぜひ行ってみてください、はい、というわけで今日はロングパンツの、はい、ご紹介でした、はい、では